を迎え入れた当初、愛犬家としての失敗と反省点を5つお話しします。これは私にとって正直辛い思い出なので、動画を作ろうかどうかと結構悩みました。でも同じような思いをしてほしくないという気持ちでこの動画を作っています。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。そして愛犬リオ娘14歳とちびっこマイティ6ヶ月歳です。愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしています。こんな感じのおすすめ動画も作ってますので、こういった動画に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録していただけるととっても励みになります。それでは早速いっちゃいます。1番、食事の質。リオが病気するまでは多分私脳みそない飼い主だったと思うんですね。ドッグフードの種類も何も考えずにスーパーで買えるものを買ってました。市販の多くの安いドッグフードはたくさんの添加物や質の悪い原料が使われていたり、かさ増しのため安い原料が多く使われてたりします。リオもね、食事を変えてから鈍感な私でも分かるぐらい見違えるように違いを感じています。今は手作り食ですが、毛並みもすごい良くなりましたし、乾燥からくるかゆみも軽減されて、何よりもね、嬉しそうに食べてくれます。実際手作り食に否定的な獣医さんも多いんですけど、最近では手作り食を推奨する獣医さんも少しずつ増えてきてますし、安全で新鮮な食物の力は大きいものがあります。前の私みたいに手作り食はちょっとハードル高いなって思ってらっしゃる方はトッピングから始めてもいいと思います。私自身料理がすごい苦手なので、手作り食だけは絶対にもうできないなと頭から外して考えてたんですね。なんですが、犬の手作り食の作り方、簡単、料理嫌いな私でもできるという動画も作ってますので、今画面の上の方にリンクも貼っておきますね。2番、お留守番時間。リオがうちに来た当時は仕事も忙しくって、お留守番時間も長くてリオにとっても寂しい思いをさせました。今はとても反省してますし、それを悔やんでいます。当時はリオのママとしての自覚が本当に足りなかったと思ってます。彼女からすると、私が彼女の人生、彼女の生活全てだったのに、それを理解してあげられなかった。今はその償いというか、時間をかけて少しずつ働き方を変えて、今はほとんどリオと一緒にいられる生活をしています。リオと少しでも一緒に長くいられるには何を変えていけばいいのか、どう働き方を改善するのかということを常に考えて行動しています。今お仕事が忙しくって愛犬との時間をもっと増やしたいと思っているあなたは、残業を辞めるだけでも変わってくると思いますし、長い目で見て在宅ワーク、テレワークができるようにスキルアップなど考えてみてもいいと思います。3番、愛犬中心ではなく自分中心。これは先ほどのお留守番とも関係してくるんですけど、誘われれば友人の食事や接待を優先していました。お仕事を一番に優先していて、家に帰る頃には疲れてしまって、リオのために十分心と体を使ってあげられなかったとしてます。4番、食事の量やおやつ。ご飯の量やおやつの頻度も可愛いからっていう理由でちょっと多めにあげちゃうとか、欲しがるから喜んでくれるからっていう理由でおやつを頻繁にあげちゃうとか、お留守番がかわいそうだからって外出の前にはね、必ずおやつをあげてた記憶です。結果リオは6キロを超える小太りになってしまって、これはワンコの健康としてとても悪いことをしてしまいました。今愛犬がちょっと太り気味だよっていう方は、ぜひ犬のダイエット、6キロの小太りダックスが 4.5 キロに激変という動画もチェックしてみてください。5番、何も考えてなかった。冒頭でもお話しした通り、リオが病気するまでは本当に私は脳みそ空っぽだったと思います。悪気なく何も考えてなかった。元気だし可愛いし、ただそれだけです。あの頃の私に伝えたいことは2つ。愛犬と長く一緒に暮らすために愛犬の食についてもっと考えてほしい。
もう一つはこの子にとっては私しかいない、私が全て、私には仕事や遊び、友人、いろんなエンターテインメントがあるけれども、この子たちの世界は私たちだけ、相手にとってはあなただけ。ずっと私たちの帰りを待っていて、私たちがドアを開けた瞬間に目が輝いて、エネルギーが爆発して喜びが溢れ出す。だからもっともっと時間を共にしてほしい、そう伝えたいです。ただ過去には戻れないので、今は日々リオへ恩返ししてる最中です。恩返ししてもしきれないほど愛情をもらってるので、それでも心苦しいですが、この新米ママだった時の反省は今のマイティの子育てにも生きてると思いますし、リオが世界一幸せワンコになってもらえるようにこれからも頑張っていきたいと思っています。それでは See you next time! Bye bye!